はもう張り巡らされているので、あんま土崩さずにちょっと植え替えようかと思います。これはまあちょっと土落としちゃったんで、落とした上で植え替えていきます。こんにちは、プランターディクションです。今回はオペルクリカリアパキプスの植え替えの動画を撮っていきたいと思います。例えばこの鉢見ていただけると分かると思うんですけれども、ここの部分ですね、あのパワータンクが見えてしまっていたりするのとか、あと後ろを見るとですね、根が出てきたりとか、後ろからもパワータンクが見えたりするので、ちょっと植え替えが必要かなと思ったので植え替えをしていきたいと思います。こちらの株がですね、角栓園さんに購入させていただいた株で、この3つがですね、カクタス、広瀬さんで購入させていただいた株となります。で、今回ですね、これ3号の深鉢なんですけど、結構大きめの 4.558 に、植え替えてですね、あの 4.558 に植え替えて、なるべく広いスペースを取って、伸び伸びと成長させて、成長してもらおうと考えています。それでは植え替えの方やっていきましょう。それではですね、角栓園さんの、パキプスの植え替えを始めていきたいと思います。はい、ではですね、植え替えの方を始めていきます。まずはですね、鉢にですね、鉢底石の方を入れていきます。なんか下が見えなくなるぐらいですね、軽く入れます。はい、こんなもんですかね。はい、続いて土の方を入れます。続いてですね、肥料ですね、マグアンプ K を入れていきます。これは根に当たるぐらいのところに感じでパラパラって感じで入れていきます。続いてですね、オルトララン DX ですね、これでですね、害虫の防除をしていきます。これもこんなもんで、はい。で、続いてパキプスを中心の方に持っていくんですが、これが結構なかなか難しいところですね。はい、これでですね、パキプス1つ目の植え替えが終わりました。はい、ではですね、繰り返しやっていきます。次はですね、カクタス広瀬さんで購入したパキプスの植え替えをやっていきたいと思います。うわ、すごいですね、これ。
ワータンクが結構長くですね塗ってて面白いですね。結構しっかりしてる感じですね。ではこちらも多肉用の土に植え替えていきます。この鉢は結構根がもう張り巡らされているのであんま土崩さずにちょっと植え替えようかと思います。これはまあちょっと土落としちゃったんで落とした上で植え替えていきます。はい、植え替えの方が終了しました。ちょっとですねいくつか中心に行かずどうかなと思うのもあるんですが、まあまたですね2年ぐらいしたらですね植え替えすることになると思うので、まあ、これで様子見ていきたいと思います。まあ、この後水やりしてね成長をこの夏しっかり成長してくれることを願っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。